こんにちは、札幌占い美容師の相葉橋の後藤です。今回スローのカラーを使って染めてみました。で、使ったのがちょっと移動します。ビデオのライティングだとちょっと分かりづらいと思うんですけど、根元がねだいたい3センチぐらい、出てまして、で毛先がベースが10トーンだったんですよ。で、根元の方、毛先の方をまず、MT の10のスローを使って、それに、ブルーを 20% 入れたのを毛先に塗りました。で根元の新成分はかなり、メラニン色素が多かったんで、このグリーンこれを使います。で、MT の10に、ブルー 20% に対して、これはさらにこれ 20% プラスして入れました。なんで、ここの毛先をやったやつに余ったのに、これをプラス 20% 混ぜたような感じなんですよね。なんで基本的なベースのカラーは一緒で、ここの新成分の部分はこれを 20% 足しただけなので、基本的に MT の10とブルー 20% っていうベースに対して根元の方はこれを 20% 混ぜただけです。で、綺麗に今つながってますね。ちょっと動きを、スタイリングこれからするとこなんですけど、スタイリングはいつもこのシークレットさんの、ワックス、ケアワックスでやってるんですが、これかなりね、安全というか皮膚にもついても全然大丈夫なんで、あと、これ宣伝になっちゃうんですけど、めっちゃボリューム出ますこれ。ヘナジェル、これすごいです。ボリュームない人使ったらめっちゃボリューム出ます本当に。あと毛先を抑えたりもできるんで、これすごいです。はい、でちょっとスタイリングしますね。これね、ケアワックス手で溶かしてこういう状態にしてから、僕は結構荒れやすいんでこれに塗るんですけど、そのままちょっとつけますね。手にちょっと伸ばした状態でつけて、毛先のニュアンスとかこういうとこですね、毛先のニュアンスをよいしょ、で今回ちょっと再度ディスコネにして、最近なんか自分の中でちょっとその再度のディスコネがちょっと好きというかやってるんですけど、再度ディスコネクションして、バックの方はちょっとウルフベースにはなってるんですけど、少しスタイルをちょっと変えてます。わかりますかね、この辺ので、この辺はちょっと宣伝になっちゃうんですけど、うちペンシルシザーっていうのがあるんで、このペンシルシザーを使って、これかなりね束感出すのにめっちゃ使えるんで、よかったらいろいろ見てみてください。あとそうそう、僕のアメーバブログがちょっと今ハテナに移動してて、ちょっとよく分かんない状態になってるんで、すいませんがもう少しお待ちください。ハテナは一応見れるようにはなってると思います。でこの辺を、こう束感をね出したりとかするときにこのペンシルシーザーめっちゃ使えるんで、バッグとかも使えます。例えば間引いたりするときって、間引くチョップってなんかこうちょん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 ってこう間引いていくじゃないですか。よく僕それやらないんですけど、こういうふうに、こっち見えないかな、こうやってちょ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 って間引く方法あるじゃないですか。でもそれも例えばこのペンシルシザーって形の形状がこういう感じなんで、そのまま入れちゃうともうここで間引けるんですよね。ボンって簡単に間引くことができるんで、このままポン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 って入れていくと間引いた状態で切れますし、束感出し
と重さを出しながらすいたりするのにはこれがすごくいいです。練習シートはちょっと宣伝ばっかりで申し訳ないんですけど、まあいいや。でスローをこんな感じでちょっと今結構つけた後に冷風当てたりとかすると結構ドライヤー当てるんですよね。その毛のワックスつけた後にドライヤー当てて、でなんかこうなんか少しウェット感出すというか、そういうの結構使います。よくテクスチャープレーとかもよく使ってやってたんですけど、最近このケアワックスでウェット感出してますね。こういう風に、まあちょっとライティングで分かりづらいんですけど、結構面白い色出てるかなと思います。で指でこうつまみながらスタイリングしていくと結構面白いですね。動きがこう出て、ちょっと顔あまりお見せできないんでこのぐらいにして、です。でこれカット台的にはガッチリつなげてるわけじゃなくて、この辺から徐々に、サイドから徐々にこうグラでつなげてる感じなんですよね。グラっていうか何だろうな、この辺はバツって入ってるんですけど、徐々に取る量を少なくしていって徐々にこうラインを作っていって、この辺はウルフベースみたいな感じのスタイルをちょっと作ってみました。はい、後ろはこんな、でも本当ビデオだと色が全然わかんない。この遅い時間まですいません。でこの辺もこういう風に束感出していくと結構いいかなと思いますね。少しこういうデザインを入れて、まあ大人のスタイルですけど、まあちょっとこうデザインちょっと入れてみるみたいな、そういう感じいいかなと思います。あとこう耳ちょっと出してもいいですし、こういう風にこんな感じでちょっと作ってもいいんじゃないでしょうか。